複足綱、複足綱、複足孔は、軟体動物門に属する分類群の名称。軟体動物の中では最も種類数が多い。本来は巻貝を持つが、貝殻を失った種も多い。体は、前後に、細長く、おおよそは、左右対称であるが、背面の殻が渦巻きになっているので、大きく、不対称となっている。殻の外に出る部分は、頭部と足であり。 内臓はほとんど殻の中に収まる。普通は収縮して、全身を殻に収めることができる。殻から出る部分は、前後に細長く、仮面は、その大部分が筋肉質の足となっており、腹足の名はこれによる。ただし、その点では、単板綱、多板ナも同じであり、これはむしろ軟体動物の祖先的形態ともとれる。体の先端に口が開き、 その上に目と触覚があり、比較的はっきりと頭部が区別できる。背面の真ん中あたりに殻を乗せる。殻はいわゆる巻き貝であり、口に向かって広くなっている管を螺旋に巻いた形である。外頭膜は殻の内側にあり、殻の口から背中側に向けて口を開く。ほとんど殻の口までしかないものが多いが、殻の口から背面へ伸びるもの、殻を覆って伸びる例もある。 外当孔は殻の口の内側にあたり、エラは普通ここに収まる。エラの位置は分類上重要な形質と考えられている。殻の形は非常に変異があり、これはそれぞれの種の生活のあり方と直結している特徴である。また、幼体と生体では型が異なる例もある。中には殻が小さくなったもの、消失したものもあり、複数の分類群で、 並列的に見られる。例えばナメクジやウミウシがそうである。消化管は体の先端に開く口から始まる。高校の仮面には、キチン室でできた死絶という葉を持ち、接触に用いる。普通は食物を削り取って食べるものだが、より特殊化したものもある。初期の妖精はトロコフォアで、そこからベリジャー妖精となる。ベリジャーはすでにやや巻いた殻を持っており、 これが発達するにつれ、普通は次第に訂正生活に移行する。ベリジャー養成の殻は幼がなと言われ、殻の先端に残る。より発達した状態で孵化する例もあり、炭水産や陸生のものなどでは直接発生も見られる。特に陸生のカタツムリでは大きな卵で、石灰質の殻を持つものもある。巻貝類の多様性は、 南体動物の中でとりわけ幅広い。海が、その生息域の中心であるが、炭水産のものも少なくなく、また陸性のものも数多い。南体動物では真に、陸性のものはこれだけである。食性に関しても食食性のものが多いが、肉食性のものも少なくない。寄生性の種もある。重い殻を持ち、覆面全体で張って移動するのが基本であるから、 遊泳など、活発に運動する形にはなりがたいのであるから、ほとんどの種は訂正であり、基板状を張って移動するものである。しかし殻を縮小したり失ったものには遊泳性や浮遊性のものもあり、例えば肌高く浴足甘く、クリオネが有名や、ゾウクラゲの例がある。また、アサガオガイは、しっかりした殻を持ちながら、粘液で泡を作って、浮き袋とすることで海面での生活を行っている。 また、移動の方法として、腹足によって這うことを行わなくなったものもある。袖貝類は、腹足が退化し、殻の蓋が針状に変化し、これを振って、底面を引っ掛けるようにして、飛び跳ねるように移動する。別行うまいまいは、普段は、腹足で這うが、敵に襲われた場合などは全身をくねらせるようにして、飛び跳ねる。逆に移動することをやめ。 固着生活を行うオヘビガイのような例もある。従来は、エラの位置やウムなどにより、以下のように前菜やコウ、ゴエラアコウ、ユーハイアズナの三アコウ、もしくはジムナモーファを入れた四アコウに分けることが普通で、多くの図鑑や書物でも、そのようになっている、下記、旧分類参照。しかし20世紀末から大きく見直された結果、この旧分類を使う研究者はいなくなった。現在は、 新たな分類体系が構築されつつある、下記、新分類参照。もう一つの問題は、貝類コレクションとの関連もあり、分類や記載が主として貝殻のみで行われてきた側面がある。貝殻は化石でもよく保存されるし、それなりに重要な形質を多く認められるのではあるが、やはり生物体そのものではないため、真の意味で、系統や分類を論じるには、 問題があったかもしれない。分子系統などの導入は、複足類の分類の見直しに非常に大きな影響を与えている。複足砂の分類は1980年代後半あたりから、従来の分類が大幅に見直されるようになり、遅くとも2000年代初頭には20世紀に広く、使われた3亜鉱、もしくは4亜鉱に分ける考え方を取る研究者はいくなった。 新分類では、所属不明の化石分類群を除き、大きくニアコウ、シソフク複クアズナと、フク複クアコウに分けられ、その下にも、旧分類では、馴染みのない分類群名が多く設けられている。これは、南大部の形質の詳細な見直しや分子系統の研究に加え、分岐分類の導入によるところが大きい。これらの結果を踏まえ、ロンドン自然史博物館のポール・ジェフリーが、 とりあえず整理して新しい分類は以下の通りである。ここでは目までを示す解分類や文献情報はリスト最後の外部リンク参照のこと。ただし現在も見直しは進行中であるため、この分類法も確定したものではないが、ウィキペディア他欧州言を各版などで暫定的に使われているものである。9。前妻あずなの一部。9。 前菜あずなの大部分ゴエラーこういうハイアズナ、いわゆる巻貝類。エラが心臓の前にあり、肛門が前に開く。殻の巻きに従って体を走る神経系がねじれ、蜂の字になっている。死有遺体。多くの種で殻が耐火して消失するか、もしくは小さくなって体内に収まる。エラが心臓の後ろにあり、肛門が体の後方部にある。 神経はねじれない。死ゆ動体。貝殻の耐火した多くは、海ウ牛ウと総称される。エラがない代わりに、該当口内に血管が集まっていて、空気中の酸素を取り込む肺の役割を果たす。死ゆ動体。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。